科学者仲間じゃないか。科学者は知識の探求に打ち込むものだ。君の研究を見せてくれたら私もいろいろと。きっと気に入らない。君悪がられる。一般人が君が悪いと嫌悪感を抱くようなものを研究するのが科学だ。私も多くのものを研究してきた。君が悪いもの。僕を化け物だと思ってるんだ。見かけばかり気にするのが君の悪い癖だ。大事なのは頭脳、たったそれだけなんだ。一人はマルセロ、もう一人はルビ君。同じ赤い液体のようだ。やっぱりグリーンジェルを使ったらいかが？
またか。被験者番号12、実験番号 71B、 電極 1A の2。 感情と記憶を司る扁桃体、恐怖を感じるこの領域に刺激を与える。やめてくれ。被験者は私と感覚を共有だが、この容器ではその心理的負荷に耐えられない。死に顔にどれだけ満足してるか。父さんは思ってたんだろう。閉じ込めておけば僕の存在を消せると。僕が見えなければ僕はいない、そう思っただろう。だけど僕は消えはしない。戻ってきたよ父さん。
最後の一つは。88C クライミング3回目電極 1C の4体上界を刺激する希望の領域だ。希望を与えることで被験者への支配力は高まる。だがそれだけでは十分。今年は君の家族から病院に寄付が来ていないようだ。なぜ寄付する？寄付に値することを病院がしたのか。ビクトリアの家は病院にとって貴重な寄付者だったんだが。ご両親は？もういない。いつ戻るんだね。まだ何か言いたいことがあるのか。君に伝えに来た。もう病院から君に支援することはできないと。素材の提供もだ。君の研究ももう終わりだよ。よくもこの僕を脅迫できたな。綺麗に切る。最後まで。君を治す方法など存在しない。綺麗な皮膚を剥がす。頭も真っ白に。ねえ、君は何が怖いの？ルビ君。Thank you.
ここに導いたのはなぜだ。俺たちの土地を買い漁って俺たちのもんだと思い知らせなくちゃな。おい、ガキがいるみたいだぜ。何も聞こえねえな。早くここから出なければ。あそこだ。
回復しないと。子供たちに会いたい。ベアトリス、なんだ。